パンチェンラマ10世、ロサン・ティンレールンドゥプ・チューキ・ギャルセンは、チベット仏教ゲルク派の最高位の化身ラマの一人で、第10代のパンチェンラマである。中華民国大御省巡火圏で生まれた。俗名は、ゴンポツェテン。チベットのうち、中華民国の実行支配下にあった、アムド地方出身のチベット族であった。1949年6月3日に、 半善行長江によって、パンチェンラマ旧世の転生者候補として擁立された。旧世の転生者候補としては、他にガンデンポタンやタシルンポジも、それぞれ一人ずつ候補者を用意していた。国境内戦の奇数が明らかとなった6月11日、中国国民政府は、本来全候補者を交えて執行されるべき近平、生苦時を経ないまま、半全行長江の候補者、 ゴンポツェプテンを一方的にパンチェンエルデに中期厳選として即位させた。中国国民党によるチベット工作で利用された。後に国境内戦で中国全土を掌握した中国共産党による中華人民共和国は国民党のチベット工作を継承している。1951年、チベット和平解放によりチベット全域が 中国人民解放軍によって制圧された後、反善業長江と共に、法徳会なびきかの第一野戦軍の警護を受けて、チベット入りし、そのままタシルンポジにおいて、雑として即位した。左から周恩来、パンチェンラマ10世、毛沢東、ダライラマ14世、劉少期チベット動乱後も、中華人民共和国に止まった。周恩来首相との関係も近く、 また、チベット自治区ヒカルソ委員会主任にもついた後に、人民代表委員になった。中国共産党チベット自治区委員会初期であった、胡錦東とも親交があったと言われる。中華人民共和国及び、中国共産党は、パンチェンランマ10世を攻遇し、亡命した、ダライラマ14世に対抗する親中国派のチベット、民族指導者に仕立て上げようとした。 したがって、亡命チベット人社会からは、中国共産党の区靴であるとみなされることもあった。しかし、チベットに対する中国政府の抑圧政策の実情に触れるにつれ、パンチェン・ラマ10世は、次第に自立性を発揮することになる。1962年、パンチェン・ラマ10世は、中国のチベット支配を批判した内容の7万ことにも、上る還元。 7万個と上書を上奏した。7万個と上書は長らく極秘文書であったが、後に発見された。パンチェン・ランマは1962年5月18日に、チベット政府主犯の地位を、州オンライン首相に譲る。中国共産党統一戦線部部長、李忠史官は、3ヶ月間還元を受けて実行したが、同1962年8月、毛沢東は、 中止を指示し、リ・タダシカンは、パンチェン・ラマとの結託を批判され、パンチェン・ラマも、自己批判するように命令された。翌1963年、ラサで50日間の闘争集会にかけられた後、北京に送還された。また、1960年に、法学者国際委員会報告書は、チベットにおいて、ジェノサイドがあった、明らかな証拠があると発表しており、 7万こと上書は、この見解を裏付けるものとなった。なお、この7万こと上書での報告を受け取った、周恩来は、事実ではないと答えている。7万こと上書での提案は、後に1980年に、御用法によって、チベットで実行が試みられ、開放政策へと変更された。そのことで、チベットは、観光地としても開放され、また、 製造鉄道なども建設されたが、他方、独立運動、または、中国政府を批判する、チベット人に対しては、厳しい弾圧を継続し、国際社会から中国はたびたび批判されている。政治的弾圧に対して7万個と上書は8項目について書かれており、まず、1959年のチベット動乱に対する、 宗教政府の過剰な報復的処罰を批判している。このほか連帯責任を追求する処罰によって、親戚が決起に加わったという理由で処刑された者が、いること、政治衆は収監された後、意図的に過酷な環境に置かれ死んでいる、不自然な死が極端に、多い、と報告している。基金に対してまた、 中国全土で5000万人の餓死者を出したと言われる悪名高い大悪進政策はチベットでも行われておりチベット東部では集団農場が設立されていたが餓死者は続出しており改善するようパンチンラマは州オンライン首相に求めているまた公共食堂での食事を義務付けられた際チベット民衆は1日あたり1 8 0ムの草や 葉っぱや木の皮などが混じった小麦が配給されるのみで、パンチェンラマは次のように書いている。カム地方では、1965年まで飢餓が続き、パンチェンラマが批判した惨状が継続していた。1989年に、中国社会科学院が行った調査では、飢饉で死亡した数は1500万人とされ、このほか人工統計学者のジュディス・バニスターは、 三千万人と推計している。1980年代の北京経済制度研究所による報告書では、パンチェンラマの故郷である青海省ミシでは人口の45%にあたる90万人が死亡し、四川省では900万人が死亡したという。基金について研究したジェスパー・ベッカーは中国のいかなる民族もこの基金によって チベット人ほどの過酷な苦難に直面した人々はいないと発言している。この大躍進政策については、1959年、毛沢東は失敗を認めて国家主席を辞任し、1962年1月の中央工作会議で、劉少期国家主席は3分の天才、7分の人災と述べて大躍進を批判し、 毛沢東は生涯でただ一度の自己批判を行った。民族絶滅に対して、パンチェンラマは、チベット人自身が、民族としてのチベット人を消滅することも可能である、とも述べた上で、チベット民族の消滅を危惧している。宗教弾圧に対して、中国共産党は、唯物主観に則り、宗教をアヘン、または、全時代の遺物として根絶しようとして、 中国国内の寺院等も破壊した。チベットにおいても各種寺院がすでに文化大革命以前に破壊されていたことをパンチェンラマは記録している。さらに特に象徴的だったのは1964年にラサで催された大祈願祭での行動である。ダライラマを批判せよとの中国共産党の命を受けて演壇に立った彼は公衆に向かって ダライラマ法王はチベットの真の指導者であり、法王は必ずやチベットに復帰されるであろう。ダライラマ法王万歳、と演説した。これらの行動によってパンチェンラマ10世は共産党の激怒を買い、自己批判を強要されることになる。さらに、文化大革命の際には、 後衛兵に拘束されて1968年から1978年2月25日まで10年も投獄され、出獄が許された後も1982年まで北京で軟禁された。こうした苦難に遭いながらも、チベット仏教の保護に尽力し、文化大革命で荒廃した四月市にあるタシルンポジを復興させた。こうした誠実さと手腕は、 チベット人社会から高く評価され、パンチェンラマ10世を中国共産党の苦物とする見方は後を絶った。文化大革命の後の1979年には、漢族の女性と結婚して1983年に、カズメを設けた。これは、チベット仏教ゲルク派の層としては破壊であり、その事実が公表された時には、チベット人社会に大きな衝撃を与えた。 この結婚は中国共産党が区別の地位に甘んずることを拒否したパンチェンラマ10世の権威を貶めるために強要したとも言われている一方で幽閉生活の孤独に耐えかねたパンチェンラマ10世自身が望んだとの説もあり詳細は不明。周オンライ夫人の東映庁はパンチェンラマ10世の娘をチベット族と漢族の架け橋として期待したという。 1989年、公の場において、チベットは、過去30年間、その発展のために記録した進歩よりも、大きな代価を支払った。二度と繰り返してはならない一つの過ちと自説を述べた。これは中華人民共和国政府の用意した、演説原稿を無視した演説であった。その発言のわずか5日後、進出で、 心筋拘束で倒れ、約15時間後に死去したとされる。チベット亡命政府は中華人民共和国政府に暗殺されたと主張しており、当時チベットに赴任していた古今と山尾広史らが関わったとしている。パンチェンラマの葬儀は4月へのタシルンポジを中心に、チベットのすべての寺で執り行われた。 その遺体は中華人民共和国政府の承認により、歴代パンチェンラマと同様にミイラ化され、タシルンポジの冷凍殿に安置されている。ありがとうございます。